かろう。ここにおるぐらい。ガー、信じられるかが、ガキが生まれるんだ、この俺に。残念ながらその時俺はもうこの世にいねえが。まさかあの麦わらがここまで大きくなるとは。今驚き。まだまだじゃ。運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。できなかった悪の進撃を海軍中将ガープという男が止めた。ガープの名は世界に轟き、海軍の英雄と呼ばれるようになった。ガープ、俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だ。ガープが大将の座を拒否し続ける理由の一つは、天竜人の直属の部下になってしまうからだ。お前が守れ。英雄、お気にガープ、とうとう出てきた伝説の海兵か。名前に踊らされるな、アホンダラ。ただの老兵だ。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。わかりませんね。それはあのクソったれに対する最後の侮辱だよな。エース貴様、なぜわしの言う通りに生きなんだ。お前らは強い海軍になるんじゃ。ええか、俺の子を頼んだぜ。何をしに来た。作戦に挑んでも、いや、相手は海賊、同情の余地はない。ここを通りたきゃわしを殺していけ。ガキども。